カントール集合、カントール集合、カントール集合、カントールセットは、フラクタルの一種で、平区間、0、1に属する実数のうち、その察知展開のどの桁にも1が含まれないような、表示ができるもの全体からある集合である。1874年に、イギリスの数学者により発見され、1883年に、ゲオルクカントールによって紹介された。 カントールの三神集合とも呼ばれ、カントル集合、カントルの三神集合とも表記される。フラクタル概念の生みの親であるブノワ・マンデルブロは、異相次元が例の図形を出すと、ゴミと呼び、カントール集合のことは、カントールラストやカントールのフラクタルラストと呼んでいた。カントール自身は、カントール集合を、一般の抽象的手法によって定義し、察知構成は、 至る所ソナというより一般の概念の一例として述べたに過ぎない。言論文ではこの抽象概念の様々に異なる構成が提示されている。この集合はカントールがそれを発案した時にはすでに抽象的なものと考えられていた。カントール自身は三角級数が収束しない点全体のなす集合という実際上の検案からカントール集合を導きした。 この発見はカントールを無限集合に関する抽象的一般論の発展へと借り立てるものであった。フィラエジマにある古代エジプトの建物の中東にはカントール集合に似た模様が付けられている。カントールのいとこはエジプト学者であったからカントールもそれを見ている可能性はある。カントール集合は幾何学的には線分を三等分し、 得られた三つの線分の真ん中のものを取り除くという操作を再帰的に繰り返すことで作られる集合である。ここで取り除く線分は開け区間である。すなわち単位区間1イコール0、1から1回目の操作ではを取り除き、2回目の操作ではとを取り除き、といった具合に操作を無限に繰り返し、残った部分集合がカントール集合である。 最初の集合を C イコール I1 回目操作後の集合を C2 回目操作後の集合を C とし N 回目操作後の集合を C としたとき和集合の形式では各集合は以下のように表せる C とその一つ手前の C との関係は次のように与えられるフォーミュラ3がカントール集合となるカントール集合を単に記号 ででで表表すすと、ととと初期単位区間 I のの差集合として、次のような、閉じた式で表すことができる。カントール集合の別の構成方法としては、次のような理算力学系の写像 F,IA によるものがある。任意な初期点を X,I とし、F の N 回の反復合成を F としたとき、フォーミュラ6とならない X を元とする集合がカントール集合となる。 この力学系は傾き3としたテント写像とも言える。通常のテント写像の傾きは、0、2の範囲で想定され、この傾きの範囲ならば、X、I である限り地域、A も最大で、I であり、X が発散することはない。しかし、傾きが2を超えると、ほとんどの初期点は有限の N 回反復後に I の外に出てしまい、I の中に二度と戻らなくなる。 傾き三でもほとんどの点で発散するが、カントール集合 C に属する X のみが発散しない。よって、カントール集合は以下のようになる。カントール集合はフラクタル図形の一種で自己相似性を持つ。フラクタル次元の一つであるハウスドルフ次元は、で、1よりも小さい値を持つ。カントール集合は、ルベーグ速度は0でありながら、濃度は実数に等しい集合。 連続体濃度の非加算集合として有名な例である。カントール集合はフラクタルの原型である。これが自己相似であることは、それが自身を二縮小して平行移動した二つの部分に等しいことによる。より正確に左自己相似変換及び右自己相似変換という二つの写像が存在して、カントール集合は同章の違いを除いて普遍、 フォーミュラ8である。二分期の自己同型写像はその双極的回転であり、モジュラー群によって与えられる。従って、カントール集合は、カントール集合に属する任意の二点に対しを満たす、同章写像が存在するという意味において、糖質空間である。これら同章写像は、メビウス変換として、非に表すことができる。スケール変換と、自己相似性の背景に、 ある種の保存則が支配していることがわかる。カントール集合の場合、それは構成過程の各段階において取り残されるすべての小区間に関する次モーメント。ただしはカントール集合のフラクタル次元が常に等しくカントール集合の次モーメントに一致するという事実に見ることができる。構成の段目における形には長さの小区間が小存在するから、それら小区間に フォーミュラ9トラベルをつければ、引く、次モーメントは、フォーミュラ10を満たす。カントール集合の本質的性質の一つは、任意の与えられたハウスドルフ次元に対するフラクタルを十分に与えることである。カントール集合は、日地列全体のなすコンパクト群とみなせるから、自然なハール速度を備えている。カントール集合全体の速度に正規化するとき、それを、 コイントスの無限列のモデルとする子ができる。さらに言えば、区間上の通常のルベーグ速度が、カントール集合上のハール速度の像となることが示せる。他方、サッチ集合への自然な埋め込みでは得意速度の標準例となる。あるいはまた、このハール速度が、カントール集合を適当な仕方で、普遍確率空間とする任意の確率速度の像となることも示せる。 ルベーグ速度論において、カントール集合は非加算な例集合の例を与える。カントール集合に属する数をカントール数と呼ぶことにすればが成り立つ。カントール集合を作る過程において、任意の小区間から中央の1、3を取り除くことを繰り返す代わりに、中央からもっと別の固定した割合で取り除くことを繰り返すことも出る。区間の中央を取り除くようにした場合、 出来上がるのは重新展開の各桁型のみで書けるの、数全体から成す集合という、極めてわかりやすいものになる。各段階において取り残す、小区間の割合を徐々に小さくしていくことにより、関東ル集合に、同省で正のルベーグ速度を持ち、それでもなお至る所所素であるような集合を、構成することができる。令和の項を見よ。自然界のフラクタルは芝叩く間に、 現れるというよりも、選択の自由を享受するように適度なランダム差を伴いつつ、時々刻々と発展していくものである。小区間を等間隔ではなく、ランダムな間隔で分割するように、カントール集合の構成を修正することを考えよう。ついでに、時間経過を考慮するために、各段階で操作できるすべての区間を分割していたのを、その中の一つのみを分割するようにする。 この確率的察知、カントール集合の場合は、その出来上がりの集合を、以下の遅延方程式フォーミュラ11によって記述できる。また確率的日知、カントール集合に対しては、フォーミュラ12と書ける。ただし、花笠が,がからの間にある区間の数を表している。確率的察知、カントール集合のフラクタル次元は、フォーミュラ13と通常の決定論的察知。 カントール集合のフォーミュラ14より小さい。確率的日値、カントール集合の場合、フラクタル次元はで、これもまた決定論的の場合のフォーミュラ15より、小さい。確率的日値、カントール集合の場合における、に対する会話を示し、その会話十分時間を経た極限で、フォーミュラ16となる。ただし確率的日値、カントール集合のフラクタル次元を問おいた。 いずれの場合も、サッチ・カントール集合同様に、確率的日知、または、サッチ・カントール集合の引く継ぎモーメントは、保存量となる。カントールのゴミは、カントール集合の有限庫のコピーの直積集合として得られる、カントール集合の高次元版で、それ自身は、カントール空間をなす。カントール集合と同様に、カントールのゴミはである。 これと異なるカントール集合の二次元版として、シェルピンスキーのカーペットは、正方形を9つの小正方形に分割し、中央の一つを取り除くものである。もちろん、取り残った正方形もさらに旧分割して、真ん中を取り除き、さらにそのような操作を無限に繰り返す。これの三次元版が、メンガーのスポンジである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。